せんだ。なんで開いてないねなんで閉まってんねんおはようございます。おはようございます。皆さん、ただいま参上、高橋さん。あれ待って、ヒゲねえじゃん。ヒゲないですよ。嘘。え僕ヒゲない。え、言わなかったでしたっけ。うわ、ツルツル。え、どこどこ。マジツルツルだってこと。これツルツルなら、もうちょっと今日は撮るかもしれない。ちょっと恥ずかしいんですよね、なんか裸に感じるから。あ、そっか、ツルツルか。まあ、いっか。Cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. ¿Cómo lo que toca? ¿Dáis un video? 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 ¿Cómo lo que toca? ¿Dáis un スリットが入ったシャツなんですけど、かわいいですね。こうちょっと虫のファスナーチェック。これいいですよね。これちょっと上げてみて。これでちょっとスリット、大きめのね、スリットが入った。これで動きがあるとかわいいですよね。そう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 。あの、さりげないおしゃれいいですね。そう、さりげないおしゃれ。柄とかも色とかもそんなにごちゃごちゃしてないですけど、こういうところがあるだけで。これね、白なんです。あとちょっと写真撮りますけど、珍しくね、白を今回作ったんです。え、白かわいいじゃないですか。白に白のパンツがありますか。あ、めっちゃおしゃれ、いいですね。そういう感じの、ちょっとオーバーサイズになってます。オーバーサイズになってます。かわいい、はい、で、これでアランがサイズ2を着てます。2がね、もう一番でかいの、1と2しかない。あ、そうなんだ。うん、そういう感じ。はい、取っていきましょう。はい、こっちか。こういう感じでスリット入っております。で、首はバンドカラーでね、はい、モデルが自らなかなかないスチームかけてますなかなかない。やりたいって言うから。やりたいやりたいんだけど、僕しかいないんです今日ね、やらないといけないんです。まだね、アシスタントがまだ来てないんですよ。そうなんです、うん、まだ到着してないんで、撮影に。やるもうちょっと、もうフルにこの、活用しようと、アランさん。全然気にしないでいいんですよただなかなか見ない光景ってだけですね。なかなかない感じ。なかなかないですね。モデルにやらせるなんて。全然大丈夫です。はい。この色違いね、さっきのね。色違いの、スリットのシャツですね。これでもいいな。これかわいいですよ。うん、いいよいいよ。これ合わせがめちゃくちゃ効きますね。うん、いい。で、新作の、コットン、ニットコットンキャップ。これめちゃくちゃ好きです。うん、なんかそんなに癖が強くないですし、そうだね、柔らかい感じで。で、あの、ひさし、つばがちょっと短め。何冊やったかちょっと覚えてないけど、ちょっと短め。ここがあれなんですよね、ニットなんですよね。そうそう、全部これもニット。あ、全部ニットなんだ。ニットなんか印象がそんなに、うん、あのカチッとしすぎないところですよね。そうだね、柔らかい感じで。で、カラーパンツになりますね。これうちからちょっと珍しいんですけど、ここでさ、ちょっとあのエンジのちょっと加工が入った和洋を使したカラーパンツ、ね、これめちゃくちゃ歩きやすいです、ね、うん、ストレッチ効いてます。で、ちょっとテーパーで、ウエストボード、うん、ウエストボード。そう。で、こんな。うん。ですね、これ。
紐がさ、ちょっとこうガラガラのやつ使ってあんまりさ、でもなんか中の内紐なんであんまりこうね、それなんかちょっとハイテクスニーカーとかで合わせても可愛いですね。うん、で、あとがこれも帽子とね、セットの T シャツの、そんな生地が素材ですか、素材が同じ。これね、ちょっとね、これ映像でもすごい静かニットなんですよ、これすごく着心地がいい、めちゃくちゃ肌触りいいですね。肌触りキルティングが入ってる。キルティング、キルティングじゃないよ。キルティングじゃないの。スリットね。スリットだ。キルティングじゃない。スリット、スリット、スリット。そういうこうニットの T シャツも出ます。はい。これすごくいいです。気持ちいい。エディットクロージングのフルシーディーをご覧の皆さん、本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日は、アランを迎えて、2021年 SS の撮影、かなりもう年末になって、年末も年末で、今日はクリスマスよね。クリスマスですよ。クリスマスで撮影って結構すごくないですか？なかなかないですよ。Read the book you left behind last year. That feels like another lifetime.